こんばんは、しもちゃんです。宿敵エルゼリオンとの戦いの記録、 いつからそうなったのか、またちょっと処方にもなく試しに行こうと思います。で、またね、使ってない武器を引っ張り出してきてね、ちょっと試してみようかと思います。で、今日は弓を試そうかなと。実はしもちゃん弓苦手なんですけどね。ただそうなん、前足を狙うというところで、もしかしたらっていうことでちょっと弓を引っ張り出してみました。ではちょっと行ってみたいと思います。はい、弁当は忘れずに、ネバネバまた、はい、それでは行ってみようと思います。麻痺を狙っていきましょう。あいた。あ、そうか。携帯機モードの弓の使い方調べるの忘れてた。殴られるし。あ、使えた。あれ？はめるのどうするんだ。ダメの、食らった。ダメです。おお、分からない、使い方分からない、そもそも。なんか食らってる。あれ当たるの、あれひどいな。5分です。無理ですね、これは無理ですね。また昇竜
やるの。ああそばにいたから。なんだろうこの攻撃本当に。あ、尻尾お土産もらってきたな。お土産を渡そうとしない。ギャウって言ったな今。誰だ。恐竜院みたいだ。あー全然ダメですね。回復する暇もない。あ、今だチャンスだ。恐竜あれ、もうむちゃくちゃです。あー配信がない。ああもう追っかけっこ。あ、やられた。誰か回復を。無理。あっレジドラッタさんってよく回復してくるんですよね、ああいう時に。はい、弓も残念でした。時間はあれ、それでもあと1分25秒ありますね。頑張ってみましょう。昇竜弓を。昇竜弓どうなんですかね。昇竜弓、あれもう落ちてくるとかよくわかんない。何やってるのかよくわかんない。あれそうだった。モンスターはハンターワールドの癖で起き上がりをちょっとね、タイミングずらして見て、タイミングずらす癖があるんで気がつくと、あ、ボロンティアでそのタイミングずらしたって攻撃は当たるんですよ。死闘ですね、まさに死闘。あう、壊れなもんですよね。はい、時間切れ。弓でも無理。なんですかね、壊れなさっぷり。いや、まあ、今回、まあ、弓、普段の弓って全然当たってないですけどね。ハンマーとかでもガン殴ってるのに、全然壊れない、硬すぎ。なんでかなーっていう感じですよね。
はい、今日も残念プリをお見せしました。というわけで、今回弓残念というところです。ということで弓を使って何かできますかねと。天もね、指だからね、こっちの弱々で G じゃないやつをちょっとやりに行きましょうかね。ああ、ご依頼のドドブラング、尻尾切断があるからな。お、切れますかね。ちょっとこうね、練習がてらやってみましょうか。さっき麻痺瓶を結構使ったので、よし、麻痺瓶を補給しました。あれ、これやっちゃうと瓶なくなっちゃう。あー、じゃあ瓶を補給で。あれ、なんで私強撃瓶を使わなかった。陰陰麻痺瓶打ってましたね。そらーねー、ダメですよ。瓶の意識があんまりないんで、最初に麻痺瓶つけっぱなしでそのまんま行きましたからね。はい、行きましょう。これがあのエルゼリオンさんを含む4つのクエストの一番簡単なというか G級、じゃ1個だけ G級じゃないクエストですね。簡単かどうか知らないですけど、多分 G級じゃないんで大丈夫でしょう。いきます。ね、最近のあの超難関とか、ね、さっきのエルゼリオンのクエストとか、プロハン様しか生き残れないようなそんな感じになってきましたね。本当に。いませんね。あれ、いないパターン、後ろから来るパターンですかね。あ、いたいた。え、なぜ昇竜拳。ん、あれ、弱、尻尾を切る暇すらない。ああ、この弱い者いじめ。でもだいぶ、そっか、昇竜弓はボタン1個でいいんだな。はい、でこれでためて、これが戦局者ってやつ。どうなんですかね。よし、決まりました。もう一回弓でいくことにしましょう。
ちょっと使い方が分かりました。紙切れなんですかね。シフニー解放炎 D。 あー、シフニー D ですか。 D ってあれですよね、あの外装ですよね。違いました。ちょっとスクに行きましょうかね。鉄鉱石とかライトクリスタルとかいらないです。あ、そうね、雪獅子と牙とかいらないですね。はい、本当はいらない。まあいいです、行きましょう。ちょっとシフニーとやらを見てみましょうかね。シフニーとは何ぞいい。外装変更、外装開放、イベントですかね。これか。あ、バニーちゃんなんだ。バニーちゃん、7枚持ってました。はい、どうですかね。まあ、開放してみますか。7枚あれば。シフニー、あ、これですかね。今ちょっとこうあれですね、操作性が。これもフロント、そんな感じです。シフ、で外装を変更しましょうか。今これに、開放済み、シフニー、シフニー、シフニー、あー、これですね。開放済み、シフニー。ここですか。あったあった、開放済み、シフニー。どっちかに行った方がいいんですかね。いや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 、はい、開放済み。どこです。一番最初にいたんです。はいはい、さあ、いや、地上ですがな、地上ですがな、こんな、まあいいですよ。ちょっと地上で歩きますか。というわけで、はい、もう一回行ってみましょう。あ、だからこれやるとですよね。いや、箱から探すのめんどくさいだけで。はい、こっちだともう玉瓶がこう分かれてるんで、まあ分かれてたら分かれてますかね、箱の中も。まあいい、金ならあるぜ。584万だと思うでしょ。違うんですよ、紙切れ山ほどあるからもっとあるんですよ。行きましょう。はい、地上が行く。エルゼリオン討伐クエ。討伐じゃない。すいません、討伐じゃないですね。V 破壊クエ。行きます。よし。行きましょう。レッツゴー。
きなり巨撃瓶でいくか。麻痺瓶にして、いや、巨撃瓶って最初から。クライマックスだぜ。あれ？あ、もうその尻尾意味がわからない。だったか。お、尻尾が切れた。尻尾じゃない。グレートの抜かんと、本気出しやがった。本気を出しやがりましたよ。あ、吹っ飛ばされた。
あー、あれ、もうカット押せよ。壊れないね。壊れないね。お見合いもらおう。あ、お前もこや。お前もか。鋭いウロコ。恐竜に当たらないんです。おー、意味がわからない。いった、はい、終了。お土産もらって。壊れませんね。壊れないです。見事に壊れないです。ああ、見事に壊れませんね。何ですかね、この壊れなさ。ねえ。まあねえ。最初にボコボコにされた時よりは、ねえ、戦ってるような気はするんですけどね。壊れない。見事壊れない。属性を持ってきても壊れない。これは諦めですね。はい、では今日はこんなところで、できるのかな。あ、できないですね。この状態ではアクションできないんで、まあ今日はこの地上弓さんをこう見ながら、お別れということで、皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録などしていただけるとしもちゃん大喜びです。それでは皆さん、おやすみなさい。またねー。